どうもネオモンゴルリプライ阿久津です。ということで今回も学園アイドルマスターやっていきましょう。ということで今回は花見姉妹のサポコミュ会ということで、今回はですねその姉妹のね2人のサポコミュいっぱいあるんでね、はい、見ていこうかなと思っております。これ SSR だけで見ても1,2,3、そしてまあこの画面にちょっと映ってるこれで4枚ぐらいありつつの、まあしかも SR でこれとかもあったりしてね、結構あるんですが、まあ今回は SSR2 枚と SR 見ていこうかなと。時系列順でこれが最初らしい。ちょっと見ていきましょうか。お姉ちゃんに任せなさいということで、結構さ SSR のこの画面で見ると梅ちゃんがあんまパワフルに見えへんっていうか、なんか雰囲気違うよな。なんかこういうさ感じとかあんまりな、なんか梅ちゃんっぽくないね。そのサキがパワフルすぎんのか、サキはねなんかめっちゃサキっぽいけど、まあこれいきましょうか。勉強タイムから見ていきましょう。お、やっほーお姉ちゃん、遊びに来た。まあ姉妹でイチャついてると。いらっしゃい梅、うん、じゃあ早速だけどな、 BGM 消えんなよ。勉強するわよ。わあ休日にね。え聞いてなかったね。騙したな。まあ梅ちゃんその補欠合格やからな。人聞きの悪いこと言うんじゃないの。遊ぶ約束なんてしてないでしょ。まあでもさっきの日常はこれやもんな。完全な呼び出しやん。遊ぶとは言ってないわ。なるほどね。本当だクイズ全部に濁点ついてるわ。まったく朝から想像しい妹ね楽しそう。それで、うん、何の勉強するの。数学、英語、それともメイクよ。おお。必須でしょアイドルにとって。いやいい。なんか姉妹同士のさ、なんかメイクし合うみたいなさシチュエーション好きすぎるな。ライブの日はお姉ちゃんにやってもらおうかなとかなるほどね。ダメ、自分でもできるようにって。前にも同じことを言った気がするわね。まあでもそっか、その売れてきたらさ専属のメイクさんとかがいるけど、それまでってやっぱ自分でやるんか、アイドルの人って。入学を決めた時私の部屋で言われたよ。うん。それでメイクの特訓をしてくれたじゃない。うん。あれからどれだけメイクの腕が上がったのかちょっと見せてみなさい試験がふっふっふっ。おう。もしも万が一、うん、下手くそなままだったらどうする全然練習してないやん。もちろん地獄の再特訓を覚悟することで。やっぱりかなるほどね。あ、これがその場面ってことね。いやでも女の子ってやっぱなあ、することいっぱいあるからこそのね、こういうなあ、その男にはわからん大変さやからな。すごいよなこれ。じゃあ2個目いきましょうか。久しぶりの、お出かけ。へー、うん、お姉ちゃんと街に出るのなんだか久しぶりな気がするね。もしかしてこのパートずーっと梅ちゃんとサキがイチャイチャするだけのパートになりそうやなこれ。街に行く用事がなかったもの。入学してからは初めてじゃない。ああそうなんや。やっぱ最初のらへんの込みやからそうなんやな。お姉ちゃんってあんまり学園の外に出ないもんね。特訓特訓か。逆に今日はどういう風の吹き回しなの。うん、住んでいる街に何があるのかくらい把握しておこうと思ってそう、楽しむとかじゃなくて情報収集や。そういうことなら案内するよ。どこに行きたい。梅ちゃんが。お姉ちゃんが好きそうなのはスポーツ用品店とか。やっぱその辺なんや。どれも一番いいやつをすでに使っているのよね。なるほどね。だよね。今ので思い出したけど、学園のトレーニング設備って、うん、よく考えるといろいろ揃ってるよね。ほう。うちで使ってたやつ全部あるもん。そうや、そのさきのお母さんお父さんってプロのなんかの選手とかなんかスポーツにめっちゃ強いっていう話やから、家にそういう機材もあったし裕福な感じではあったんやろうな今さら分かったの。うん。それが入学を決めた理由の一つよ。なるほどね。ほう。この辺りの地理は大体頭に入ったわねいやだから全然休日に楽しむとかそういうのはないな。はい、お姉ちゃん、私は今どこにいる。
どうしたん？このままだと本当に歩いてるだけでデートが終わっちゃう。デート、デートね、うん、女の子同士が出かけるのをデートと表現するの好き侍でございます。問題でもあるの？本来の目的は果たせたのに。お姉ちゃんの彼氏になる人は大変だ。ほそうだよねみたいな、なんか後方腕組みおじさんになってたけど。そうやな、よくわからないけど、お店に行くなら洋服が見たいわ。 お洋服ね。お姉ちゃんが女の子みたいなこと言い出したまあほんまにないんか。失礼ね、たまにはいいでしょ。梅、あなたに命じるわコードギアスか。お姉ちゃんに似合う可愛い服を選びなさい。ほう、へえ、なんか、あ、まあでもいいね。なんかあんまりメイクはほんまにアイドルとして必要やからみたいな感じやけど、こう日常に関してはなんか梅ちゃんの方がいろいろ知ってるみたいな、そんな感じなんか。最後対決、ドッジボール対決見ましょうか。豪速球の音が開いた。私の勝ちよ、梅。もう悪役の笑い方やもんな、このフハハハハ。悔しい。休日っていうか、なんでドッジボール対決してんの。球技で私に勝とうなんて100億年早いわ。やっぱさっきここを可愛いな。シナはボコされてるんや、その梅ちゃんにね。花見さんのお姉様、やばすぎますわ。そう、一旦外野から見てる感じ。そうでしょ、そうでしょ、もっと褒めなさい。うん、素敵ですわ。かっこ可愛らしいですわ。純粋やな。命の恩人ですわ。なんで、なんで命の恩人なもうそれだけで、このハート出しちゃってさ。そうでしょう。シナちゃん、命の恩人って何？私を殺人ショットの誰かに救ってくだった英雄ですわ。まあ、いつも梅ちゃん手加減せえへんねんや。これからは無茶な勝負を挑まれたら私を呼びなさい。はい、サキお姉様。まあ嬉しいね、これ。サキお姉様。いや、そんなポッとして。いい響きね。いや、好きやな、なんか先って。むむ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 。梅ちゃんも、お姉様、もう一勝負出しましょう。梅ちゃん、うえって、あ、やっぱ嫌なんや。本物の姉妹からそう言われんの嫌なんや。なるほどね。やっぱ梅と咲のこのね、関係いいよな。もうね、強烈なものに後々なっていくけどもさ、個人のやつで見たら、まあね、やっぱあの深すぎるものがあるよな。じゃあこっち行きましょうか。まだ上がりませんようにということで、雨が上がっちゃう前に行きましょうか。やっぱ一枚絵めっちゃいいよな、これ。はい。ということで、行きましょうか。雨が上がっちゃう前に。おー、はいはい。雨降ってる。結構初めて見た背景やな。天気予報でそう言ってたじゃない。お、一応聞くけど、あなた傘持ってきてない。やっぱり。はいはい。ああ、2人で一つの傘を使いましょうか。なるほどね、それがさっきの一枚になるんか。さすがお姉ちゃん、いつもありがとう。うん、当然よ、このくらい。アイアイ傘とか久しぶりだね。いい言うよね。デートとかアイアイ傘とか意識させることを言うよね。でも梅ちゃんはそれに対してな、あの普通の表現として使うからいいよな。こう意識してないんですよね。そうだったかしら。うん、さっきも。まあ、アイアイ傘なんて、うん、なかなかするような機会はないものね。おお。そうかも。恋人がいる友達は小学生の頃からよくしてたけど、梅ちゃんの周りにそういう事象が起きてるっていうことは、梅ちゃんにもそういうことが起きるかもしれへんってことやんな。これは真偽ですよ、ほんまに。
私たちには縁遠い話ね。ありがとうありがとう、よかったよかったよかった。やっぱね、その縁遠い話っぽくない感じで話してたから、さっきのこの名言によってより遠くなりましたから、ありがとうございます。さきさん、ありがとうございます。アイドルになったら恋なんてしている暇ないもの。やっぱり。じゃあ今日は私がお姉ちゃんの彼氏役をやってあげよう。一生これでいいわ。すぐそうやって変なこと言い出すんだから。姉妹愛いいな。というかどう考えても配役が逆でしょ。あ、いやでもいいやん。その逆でも、そのサキが女の子してるとこも見たいっていうわけよ俺たちは。よ、傘を持つ私が梅の彼氏役を務めるべきだと思わない。やけどもさ。私が傘を持って彼氏役をするよ。おう、いやよ、私が梅の彼氏になるの。なんなんその顔はさ。そこまで言うならそれでいいよ。おいおい。あ、それよりほら早く行こう、雨が上がっちゃう前に。わあなるほどね、上がっちゃう前に。それがこうなんや。こうなんですか。まあいいな、その厚みが、このイラストに厚みが出ましたね。さあということで、雨の日の大チャンス行きましょう。今日も雨か。トレーニング室か。思いっきり外を走れないのつまんないな。やっぱりそうなんか。もう愚痴らないの、前向きに考えましょう。いつも一緒にいんな。今日は雨で外には出られないけど、うん、最新のトレーニングマシンを試す大チャンスじゃない。なるほどね。それ雨とか関係なく、お姉ちゃんが好きなだけじゃん。そのトレーニング常にしてるんやな、やっぱり。そうとも言うわね、うん、だってほら見なさいよこの最新マシンたちは。嬉しそうやな顔。うちにだってここまでのトレーニング設備は揃ってないわ。もうめっちゃキラキラしてる。もうそんなに嬉しそうにされたらこっちまでワクワクしてくるよ。いいなこの二人。よし決めた、今日はマシントレーニングの日。ちょっと待ちなさい。はい。で、なんで止めるの。まあね、トレーナーが来てからよ。おお。プランと違うことをするんだから。なるほどね。はい。え、お姉ちゃんなんでカメラを準備してるの。ほんお父さんに学園のトレーニング設備の自慢をしたら、はいはい、動画を撮って意見をレポートにまとめて提出してほしいって頼まれたの。そう、自作の改善案とかそういう感じな。また親子でめんどくさそうなことしてっていうか、まあでもさっきのな、あの家族そうなんやろうな。お父さんは先っぽくて、多分お母さんは梅ちゃんっぽい感じしそうじゃない。やから先はな、お父さんとこうやったりしてて、まあなんか今のエピソードいいね。さあどのマシンを試そうかしら。梅はどの子が好み。なあ、もう人と見てるもん。好みって言われてもよくわからないし。まあね。ならたっぷり教えてあげるわ、私一押しのマシンのことで。好きやなほんま。なるほどね。うわ、なんか今の家族の感じちょっとポサあったな。なるほどね。じゃあもしも入れ替わったら行きましょう。うーめ、いい加減機嫌直しなさいよ。あ、どうしたんやろ。だってせっかく二人で買い物に行くって約束したのに。はいはい、また雨の日が続いてるってことやな。こんな大雨じゃ危なくて外になんて出られないでしょ。あれ、これってどっちの部屋なんやろ。これ先か。なんかこういう豆にこういうなんやってんの先っぽいもんな。な、梅ちゃんは整理整頓できなさそうやしな。今日のところはおとなしく部屋で休みなさい。うん、はーい。ちぇー、お姉ちゃんと服選ぶの楽しみにしてたのにな。あなたアイドルになってからおしゃれになったわよね。そうなんや。そっかな、前は服なんて興味なかったでしょ。ほう、そっかも、友達の影響かな、みんな可愛い子ばっかり。なるほどね。あなたも可愛いわよ、私の妹だもん。ありがとう、ね。最近私ね、たまに思うんだ、うん、
お姉ちゃんと体が入れ替わったらなって。はいはい。だからさ、さっきから俺の反応がさ、もうキモオタが眺めてるだけやねんな。ずっとそうか、ずっとそうやねんけどさ。まあええわ、うん、入れ替わったらなって。なんで？お姉ちゃんの体で私よりもずっと似合う可愛い服を着て、うん、たくさん自撮りしたい。へえ、可愛らしい。なんだそんな理由。もしもそんな不思議現象が起こったら、うん、起こったら私も梅の体で。え、そこで止まんの？嫌な予感しかせえへんねんけど。なんか BGM も止まったし。すっごく似合う大胆な写真を撮りまくってあげる。最悪や。さっきそんな目で見てたんや、梅ちゃんを。やっぱり梅ちゃんの胸にはね、サキはすごいあれやったんやな。へえ、なるほど。でもサキが逆に持ってないと思っているものがここに出てるわけやもんな。なるほど。お姉ちゃんのエッチお姉ちゃんエッチやなこれ。はあ、サキエッチなんですね。なんかサキかさっきのこの気持ちね。やっぱりちょっと目は行くし、そういうのを着てほしいか。わあ、感情の整理が。これさっき持ってないこともないけど、やっぱいいものやと思ってるんかな。なるほどね。へえ、なんかさっきのね、そういうところもあるんやな。じゃあ最後にこの SR 見ていきましょうか。体当たりのラブコール、親愛のハグ見ていきましょうか。お願いします。お姉ちゃーん。その教室のスピードじゃなかった、全然。ぐえ、その体当たり。ほらあんたね、すごいスピードやったから。不意打ちでタックルするのやめなさいっていつも言ってるじゃない。これがこれか。ハグのスピードすごかったな。受け損ねると怪我するようなのはハグとは言わないの。いい？はい。絶対他の子にやっちゃダメよ、危ないから。まあ確かにな、サキ以外は受け止められなさそうやもんな。はい、お姉ちゃんにしかやりません。お姉ちゃんにはやるんやね。うん、ならいいわ。いいんかいな。いや、よくないわ。私にもやるか。じゃあどうすればいいの？おう、おお、いい、じゃあ月正面から来なさい。正面、あなたの全力を受け止めてあげるわ。ラスボスかお前。よし、じゃあ遠慮なくいくよ。ちょ、助走つけてる。お姉ちゃーん。なし、嫌な音せんかった。もうイチャつきが学校でもしてるんやな、もうめちゃくちゃ。こんなしょぼくれた先見たことないで。やれやれね、まったく、うん、甘えん坊な妹で困っちゃうわ。嬉しそうやな、ちょっと。ちょっとは嬉しそうやな。はい、ということで大好きなお姉ちゃん見ましょうか。ラストのイチャつき。やっぱりいつもほんまに一緒にいるんやな。あら、同じクラスの子たちはいいの？ちなとひろね。うん、今日はお姉ちゃんの気分だから。はあ、気分やですね。何よそれ。いいわ、なら外で食べましょう。うん。最近レッスンはどう？すっごく面白いよ。怒られてばっかりだけど。はいはい。その様子なら安心ね、うん、きっとすぐに上達するわ。まあやっぱりね。そっかな。さっきもちょっと出てきたけど、そっかな、かわいいよ。そうよ、この私が保証してあげる、うん、あなたが最高のアイドルになるってね。もちろん私の次にだけど。ちょっと、おー、何を頭撫でてるの？おー、いいね。お姉ちゃんのこと好きだな。はあ、姉妹やけどな、いいよなこれ。あとさっきちっこいの可愛いな、毎回。はいはい、
はあ、はあ、なにこれ。最後になんか濃厚なものを見せられて、はい、満足ですね。いや、いい、ちょっとさっきやっぱさっきと梅ちゃんのこの関係ってね、溢れてるね。なんかそのずっとイチャついてたな。よかった。ほんでまだまだね、あの SR あるんで、またどこかの機会にまた見ていけたらなと思っております。ということで今回は花見姉妹のサポコミ会でした。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。また次回の動画でよろしくお願いします。お疲れ様でした。